一方こちらは一足早くお目見えした夜桜の話題。大月町長沢地区の丘の一角で樹齢170年を超える山桜が満開を迎えています。午後7時ライトアップされると白く輝く神秘的な姿を現しました。この桜は満月の頃に満開になると言われていることから月光桜の通称で親しまれています。今年は去年より1週間ほど早く今月17日に開花し、おととい満開になりました。すごい綺麗、びっくりです。いい感じですね。ちょうどいい時期に行ったんじゃないかなと思います。でもいい感じです。高知市から来たというこちらの男性2人も美しい夜桜に酔いしれていました。あの日曜日大雨ということで急遽今日来ました。ここに来るのは初めてです。初めてです。初めてですよ。初めてです。この山に素晴らしいね。こんなところがあるとはもう夢にも思わんかったです。桜に抱かれた。ライトアップは来月4日まで行われますが、桜の見頃は今週いっぱいということです。